A4 の上質紙を使って作ってみましょう。これをぴったりではなく1センチから1センチ5ミリぐらいこの間を空けております。折ったところだけこう折り返します。こうなります。ここに糊をつけて、しっかりと貼ります。そしたらこれをさらに半分に折ります。しっかりと折り目をつけたら一旦開きます。そして反対側にもう一度折ります。これで準備ができました。まず切り込みの技、こうやって切り取った部分が模様になります。次に折り込みの技、折り込んだところが模様になります。こんな風に折り込んでもいいし、こんな風に折り込むこともできます。外側に折り返す方法もあります。内側ではなくて外側にこう折ります。さあ、これを広げてみましょう。まず一旦折ってるところを戻します。そしたらこれを平面に平たくして、こんな風に折ります。そしたらここ折り込みの技のところですね。ここ切り取りの技のところはこんな風になります。折り込みの技のところは、よいしょ、中に折り込みます。中に折り込みます。三角になっている部分も中に折り込みます。折り返しの技ですね。折り返しの技はこれですね。これをこう上に向けてこんな風に折ると、外側にこう折り返しの技です。これを組み合わせていろいろな形を作っていきます。切り込みも大きな切り込み、小さな切り込み組み合わせると面白いです。折り返したところをこんな風に曲げてみるっていうのも、この曲線ができて面白いです。切る時も曲線にするとこんな感じになります。たくさんできたらクリスマスの時などに使うイルミネーションライトを下に敷いて、その上に並べていきましょう。配線が見えないように、そこにポリエステルの綿を置いていきます。まるで雲の上に浮かぶ街のような感じになりました。明かりを消すとより幻想的な感じになります。 A4 のコピー紙で筒を作ってハサミで切るだけで
こんな飾りができます。たくさん作って幻想的な雰囲気を味わってみてください。